私の名前は水木、医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のねね丸と暮らしている平凡な第二子妊娠中の兼業主婦だよ。今回私は断ったんだけど、なんかママ友旅行があるんだってさ。でも幹事のママさんがちょっと騒いでるみたいで。ねえ、水木さんって大卒だよね。え、まあ一応ね、大したところじゃない地方の大学だけど。大卒ならいいのよね、水木さんならわかるでしょ。何が？中卒をママ友旅行に連れていくなんて嫌に決まってるよね。だって中卒だよ。しかも彼女30代でしょ。今時みんな高校くらいは卒業するよね。なのに中卒なんて絶対に元犯罪者とかだよ。うちの子が危ない。いや、何言ってんの、頭大丈夫？やばい人なんだと思うのよ。あんな人ハブった方がいいって。やばい考えしてるのはゆりえさんの方だと思うけど。は？この辺りの中卒ママってことは節子さんのこと言いたいんだよね。そうだけど。節子さん、中学生の時にご両親が交通事故に遭って長期入院して、おまけに同居の祖父母はあまり動けないし、弟と妹もいるし、それでみんなの面倒を見るために高校行かなかったんだよ。前お茶した時にその話聞いたでしょ。え？水木さんってば結構頭弱い系なんだね。大卒っていうのも嘘かな。そんなの嘘に決まってるじゃん。よっぽど頭が悪いとか、あとは悪さしてたから行けなかったんだよ。私は絶対にそんな人と関わりたくないね。じゃあ関わらなきゃいいんじゃない。中卒ママなんて絶対にヤバい人間だから、私の旅行にはお断り。世帯年収1000万はないとママ友として認めないよ。勝手にやってろ。え、もういい、こっちも忙しいから。何それ、水木さんは中卒ママの味方なんだね。ってことは私の敵になるんだけど。私たちもう30過ぎてる人の親なんだけど、そんなこと本当にどうでもいいよ。もういい、あんたもハブってやるからな。ゆりえと節子のLINE。あんたみたいな中卒女とはみんな旅行に行きたくないってさ。え、あ、そうなんだ。どう、悔しい、悲しいというか珍獣見てるような気分だわ。は、は、え、何それ、どういう意味よ。だってさ、ゆりえさんって明らかに私のこと嫌いでしょ。なのにめちゃくちゃ突っかかってくるからさ、むしろ私のこと好きなんじゃないかなって思うようになってきたよ。な、何よ、あんたふざけんなよ。だってほれ、好きの正反対は無関心ってよく言うでしょ。こんなにも毎日連絡してきて声かけてくるんだもん。もしかしてゆりえさんって私のこと超好きなのかもって。そんなわけないでしょ、ふざけんじゃないわよ。あ、そうなんだ、ウケる。あ、ごめんね、晩ご飯の用意しなくちゃ。今日は義両親も遊びに来るから量が多くて。じゃねー。義両親にも嫁いびりされてる負け組女、あんたなんかハブだからね。後日節子さんに LINE を見せてもらったんだけど笑っちゃったよ。確かに嫌いな人には自分から近づいていかないものだよね。ゆりえさんは節子さんを見下し要因にしたいみたいだけど、周りから見たら子供が甘えたくてダダこねてるようなもんだよ。まあ暴言吐いたりやってることはひどいけどね。当然そんな人とは誰も関わりたくないわけで。数日後。あんたね、中卒のくせに何したんだ。お前が全部悪いんだ。ゆりえさん、おはよう。てかまだ同じこと言ってるの？飽きないね。今日は土曜日だしお休みでしょ。ほら、今日は天気もいいよ。どこかにお出かけでもすれば。しらばっくれんじゃないよ。なんでみんな来ないの、今日旅行なのに。え、みんなから聞いてないの？てかみんな断ってたよね。あれはみんなの嘘だから。え、どういうこと？みんなはね、中卒で頭の悪いあんたがいたから気を使っただけ。本当は旅行に行きたいに決まってるでしょ。やっぱり頭が悪いからわからないんだね。え、何？頭のいい人たちってテレパシーで会話するの？違うでしょ。だって普通にみんな断ってたじゃん。それゆりえさんの中では私がいたから気を使って断った、そう言いたいの？そうに決まってるでしょ。誰だってね、あんたみたいな中卒とは関わりたくないの。てかそっか、ゆりえさんの企画してる旅行って今日だったんだ。何よ、しらじらしい。あのさ、今日はみんな無理だと思うよ。なんであんたにそんなことがわかるのよ、中卒のくせに。まだ10時なんだし、今から出発しても十分間に合うでしょ。
ああ、中卒の人ってそんなこともわからないんだね。いや、そういうことじゃなくて、今私たちみんなで旅行中なの。妊婦さんとか子連れの人もいるから、近場の日帰り旅行だけど。は？何それ、冗談でしょ？いやいや、冗談じゃないよ。嘘、絶対に嘘。それか、あんたがみんなに金払ったんでしょ？汚い女。てか、私幹事じゃないよ。ゆりえさんは知らない人だと思う。隣町に住んでる人なんだけど、以前はこの辺りに住んでたんだ。私も行く。いやいや、ゆりえさんと面識のない人が幹事なんだよ。ちょっと空気読んで遠慮してくださる？だって私の方が学歴は上だし、私は難関大学出身なの。いや、もうそんなのどうでもいいから。そりゃ正社員で働いてたらさ、大卒の方がお給料高いとかあるけど、私たちただのママ同士だからね。確かにママの学歴を気にする人もいるけどさ、嫌なら離れていけばよくない？超簡単じゃん。あれ、お勉強はできるけどってやつ？うるさい、中卒は黙ってろ。いや、久しぶりの旅行は楽しかったよ。安定期だし日帰りってことで参加したんだけどさ、やっぱり旅行が大好きだからリフレッシュになるね。ゆりえさんからはなんかみんなに対してギャーギャーとめっちゃうるさい LINE が届いてたけど、節子さんの言う通り、学歴よりも何よりもママ友付き合いは性格が一番大切なんだよ。性格と常識とかそういうの合わないと無理だよね。てか、そもそもゆりえさん自身も学歴高いわけじゃなかったんだけど。そう、彼女難関大学出身だって言ってたけど嘘だったんだよ。翌日。水木さん、今家の中にいる？節子さん、こんにちは。うん、そろそろ仕事始めるところだよ。絶対に外に出てきちゃダメだよ。玄関も開けないでね。え、何があったの？それが水木さんの家の近くでゆりえさんが大立ち回りしてんのよ。大立ち回りって、なんかゆりえさんの兄夫婦が家に来てたみたいなんだけど、大喧嘩して家から追い出したみたいなのよ。で、家の外でもまだまだやり合ってて。あの人も忙しい人だね。わざわざ連絡してくれてありがとう。お腹に何かあったら大変だもの。それにしてもゆりえさん、学歴コンプレックスがあったんだね。私の学歴ネチネチ言ってくる時点でなんとなく察してたけどさ。え、どういうこと？ゆりえさんが兄嫁さんに頭の悪い女は帰れって言ったんだけど、兄嫁さんがこっちは T 大出てるんだ、高卒に言われたくないってさ。ゆりえさんもう顔真っ赤になってたよ。え、ゆりえさん高卒なの？そう、ゆりえさんは高卒で、難関大学出身なのは不仲な兄嫁さんの方。なんだそれ、全く意味がわからないんだけど。学歴マウントされたから他の人に学歴マウント？よくわかんないな。私もわからない。ああ、やばいやばい、めっちゃやり合ってる。とりあえず警察呼んであるし、水木さん隠れててね。うん、ありがとう。節子さんも気をつけてね。あいよー。ゆりえさんと兄嫁さんの喧嘩はもうそれはすごいものだったみたい。てか、女同士の喧嘩が怖くて泣きながらうずくまっていたお兄さん、あんたが何とかしろよと思ったのは私だけかな。ゆりえさんと兄嫁さんは以前から不仲というか、兄嫁さんが割と何でもできる人なんだってさ。そんな兄嫁さんにコンプレックスを抱いたゆりえさんが嫁いびりを始め、そこから一気に不仲になっていたらしいよ。まあ、あのゆりえさんとうまくやっていくっていうのは大変だろうな。そこから1ヶ月、なんとゆりえさんの兄夫婦は離婚してしまったの。以前から自分に嫌がらせをしてくる妹を止めなかった、そんな夫はいらないってことで離婚したらしいんだけど。水木さん、ちょっとかくまって。私は学歴全く気にしないし気にならないから、ゆりえさんはお断りだよ。もうそんなことどうでもいいんだってば。あれだけ文句言ってたじゃん、中卒がどうのこうのとか。もう知ってるんでしょ。ゆりえさんが難関大学出身だっていうのはただの嘘で、実際には高卒。本当に難関大学出身だったのは兄嫁さんの方。おまけにその兄嫁さんに嫁いびりした挙句、それが原因で兄夫婦は離婚。元兄嫁さんから嫁いびりの慰謝料も請求されてるってところくらいしか知らないかな。そこまで。そうよね、噂回ってるんだよね。でもそれだけじゃない。何が？兄よ兄、いつものぺーっとしてて感情もないタイプなのに、あの女と離婚になったのが相当ショックだったみたいでさ、うちに嫌がらせするようになったの。うわ、え、ちょっと待って、ゆりえさんのお子さんは？
夫と一緒に夫の実家に逃げたわよ。私も行こうとしたけど夫が来るなって。うちも離婚しよう。お前の人間性は最悪だって。旦那さん今さら気づいたの？結構のんびりさんなんだね。今さらってどういう意味よ。いい、ピンポン連打されてる。兄と妹なんだし話し合えば。やだ。何？ギャー。その後、普段おとなしい人ほど切れた時は怖いものだよね。ゆりえさんの家大変なことになっちゃったんだよ。玄関の部分は傷だらけになってしまい、ゆりえさんはどこかへ逃げたんだ。逃げている間も旦那さんとは連絡取り合っていたみたいだけど、子供のために今すぐ離婚しろと迫られ、結局慰謝料も養育費もなし、その代わり財産分与もなしで離婚したってさ。今ゆりえさんとお兄さんがどこに行ったのかはわからないけど、いつニュースになるかわからないねってみんなは言ってたよ。お兄さんも元奥さんを守らなかったくせに何言ってんだって感じだけどね。さて、今日は節子さんたち近所のママさんが家に来てくれたんだ。うちのにゃにゃまるは人間大好きなんだけど、中でも節子さんは相当好きみたい。あ、膝の上に乗ってる。にゃにゃまる、お膝いいね。私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃまると暮らしている平凡な第二子妊娠中の兼業主婦だよ。今日もリモートワーク。好きな時間に働けるからありがたいね。今日は早めに仕事が終わったので、にゃにゃまるとダラダラ、千秋と一緒におやつ食べてまたダラダラなんてやっていたら、いきなり知らない人から連絡が来たんだ。彼を解放してあげて。彼、あなたが怖くて言えないだけなの。本当は宇宙一愛している私のところに来たいのに、あなたが怖くて逃げられないのよ。ああ、なんてかわいそうなの。私のところに来れば、私が愛の翼を広げて彼を受け止めてあげる。わかったらとっとと彼を解放しなさい。離婚しろ。よくわからないけど、送り先を間違えていますよ。あと、不倫なのか浮気なのかよくわからないけど、女が怖くて逃げられない男のどこがいいんですか？間違えてなんかない。あんた水木でしょ、大地の妻。あなた誰？私はね、大地の元カノってやつ。一番いい学生時代の青春真っ只中にラブラブだった女よ。はあ、わかった。わかったなら大地を解放してあげて。で、なんで元カノさんが今さら連絡を？だから大地を解放しろって言ってんでしょ。めんどくさ。は？で、元カノさんがなんで解放しろなんて言うわけ？学生時代ってそれから何年経ってると思ってるの？自分で元カノって言い切ってるってことは進行形の不倫でもないんでしょ。そもそも私は夫のこと 100% 信じてるけど。よくそんな顔と体型、性格で自信満々でいられるわね。信じられない。あのね、よく聞いて。私はね、いつも周りから20代ですか、うわ若いですねってよく言われるの。あ、こいつ老けててさらに面倒な人間だって周りに思われてんだな。そんな頻繁に年齢の話が出てくるわけないだろう、今の世の中で。私の方が絶対に大地のことを幸せにできる確信がある。だから今すぐ離婚しろ。あの、何よ。結婚って両者が納得してするものなんだけど、もしかして違う国の人？一人が納得すれば結婚できる国でもあるの？違うわよ。私は日本人よ。私は大地を救いたいだけなの。私、彼と復縁するの。はあ？この間大地と再会したのよ。彼、あなたには言ってないでしょ。私たち、よりを戻すことになったの。もうあんたもおしまいね。私、よく若く見られるって言われるんですって人間は本当に信用できない。だって今時年齢の話ってあまりしないでしょ。どうせ自分から私何歳に見えるって聞いて周りに気を使わせてる人なんだろうな。と、ゲスなエスパー。ゲスパーをしてみたけれど、おかしい人なのは明らかだよね。と言っても私は妊娠中だし、こんなパーとやりとりするのはどう考えても体調に悪い。ってことで、あとは夫にお任せだよ。あの、矢端谷園子さんですよね。この名前は大地キュン、大地キュンね。ね、私のこと大好きだよね。は？一緒に青春を味わった元カノの私と復縁しましょう。嫁とは離婚して。
年収1億のお医者様になったあなたを支えてあげるね。同じクラスになったことすらないんだけど。え？あの矢端に園子さんですよね。文芸部だった。やっぱり私のことを覚えててくれたよね。いや、今日卒業アルバム見てそれで見つけました。で、いつ私と矢端さんが交際していたと？それと妻にわけのわからない LINE を送りましたよね。あなた何なんですか？え？だって私と大地くん付き合ってたじゃない。は？え、何言ってるんですか？あなた毎日放課後になると図書室来てたでしょ？図書室行ってましたけど、それが何か？私たち図書室デートしてたじゃない。高校卒業してプロポーズしてくれるのかと思ってたら、大地くん大学に進学して、その後どこに行ったのかわからないし。でもね、この間大地くんのこと見つけたの、病院で。お手洗いがどこか聞いた私に優しく答えてくれたでしょ。あのおばさんか。おばさん、ちょっとどういうことよ。いや、普通に考えてお手洗いってあちこちに看板あるし、場所くらいすぐに分かりますよね。というか歩いて30秒かからないところにあるのに質問されたので、ちょっとおかしい人なのかと。なそれでもおばさんって何よ。いや、普通に50代くらいかと思ったので、それは失礼でしたね。大地くんじゃない。こんなの大地くんじゃない。あの女ね、あの汚い女が変身してるに決まってる。ふざけんな。は？汚い女？みずきとかいう女よ。あたしちゃんと調べたんだから。あたしから大地くんを奪い取った汚い女。ふざけんなよ、この勘違い女。気持ち悪いんだよ。え？大地くん？何が大地くんだよ。気持ち悪い、ヘドが出る。俺の嫁を悪く言う権利あなたにはありませんよ。だいたい放課後に図書室に通ってた人間なんかいくらでもいるだろう。あなた、その全員と付き合ってたとでも言うんですか？シリガルですね。私はあなたのこと救ってあげるって。救ってあげるって何様だよ。自分が神だとでも思ってるのか？それなら今すぐに精神科にでも行った方がいい。大地球はお医者様でしょ。私のこと見てよ。俺が白衣着てたから勘違いしたんだろうけど、俺医者じゃないから。え？俺医療ソーシャルワーカーなの、医者じゃないの。当然だけど医者ほど稼いでないし。てか年収1億ってどっから出てきたわけ？私のこと騙したわね。どうせ金に困ってる時に同学年だった俺を見つけて医者だと勘違い、それで情報をいろいろ調べて連絡してきたんだろうけど、要するに金だろ。本当に汚い人間だよ。私のどこが汚いのよ。いいから金よこせ。一行で矛盾してますよ。とにかく今後俺たち家族に近づくようなことがあったら、即弁護士同伴で警察に行きますんで、ちゃんと相談実績作っておきます。金よこせって言ってるし。なんでそこまでするのよ。こっちは騙された被害者。そうですか。じゃあこちらも訴えますね。え、なんで？妻のことを悪く言われて我慢できるわけないだろ。しかも復縁する？付き合ってた？青春？勘違いもいい加減にしろ。なんでよ。夫は元同級生たちに連絡をして矢端さんの話をいろいろ聞いたみたい。どうも彼女は金銭的にかなり困っているらしいんだよ。そんな時にたまたま夫の働いている病院に来て夫を発見。そういえば放課後いつも自分のいる図書室に来ていた、これはつまり付き合っていたと謎の妄想を繰り広げたみたい。まあ結局のところ金目当てなんだけど、私たちのこともいろいろ調べたりして結構粘着質だよね。私は妊娠中だし今後も不安ってことで、こっちも調べさせてもらったよ。1週間後。お助け。うわ、悪役そのものって感じのセリフだ。てかブロック忘れてた。ブロックしておくので、もううちには関わらないでくださいね。待って、ねえ待って、大地くんにはブロックされてたの？そりゃそうでしょ。私はズボラだから忘れてただけ。じゃあそういうことで。待って、お医者様じゃないことは分かったんです。でも医療ソーシャルワーカーってことは正社員ですよね。ある程度お金に余裕あるでしょ。お金を貸してください。それがダメならしばらく家に住ませてください。あのさ、あんま調子乗んなよ。ひっ、ごちゃごちゃ言われてさ、こっちも頭にきてんだわ。だいたい迷惑かけた人間に金貸せ、家に住ませろ、何考えてんの。
もう二度と関わらないでね。でもアパートに借金取りがたくさん来ちゃって住むところがないんです。そんなの自業自得でしょ。どっかの公園なり橋の下でも行けば。ひどい鬼。やっぱりあんたは鬼。そんな鬼から大地くんを解放しないと。その大地くんは私を選んだんだけど、借金取りに追われている身分でよその家庭に入り込もうなんてあんたこそ鬼でしょ。だってギャー、借金取りがいる。うちに来たら問答無用で警察に突き出しますからね。あと二度と私たちに連絡してこないこと。私にも大地にも。私頼れる人がいないの。大地の元同級生から聞いたけど、あなた家庭持ちの男に手を出したんでしょ。で慰謝料払うために水商売始めて、同じ通りにあるホストクラブに通って借金作ったんだってね。だらしない人。なんでそれを調べたの。プライバシーの侵害。私たちのことも調べたでしょ。自分はいいのに人はダメなんだね。本当にわがまま。だって仕方ないでしょ。あの人だって奥さんが彼の世話をしなかったから悪いのに。世話されないと生きていけないような男が好きなのかね。どうでもいいけど。わかった。うちに来たら警察に通報するから。それすらもわからない頭の持ち主。わかるわよ。わかるけど、あんただけずるい。なんでみんな結婚してるの。私は結婚してないのに。不倫してた人間が何言ってるの。よその家庭壊しておいて幸せになれるなんて甘いでしょ。女の恨みは長いよ。これから先もずっと向こうの奥さんに恨まれるんじゃない。一生幸せになれないだろうな。いや、そんなの嫌。その後、私は彼女の状況とどこから借金をしているのかを調べて借金取りに報告。ママ友ネットワークって本当にありがたいね。矢端さんがどこにいるのか毎回居場所を教えてくれるんだよ。結局彼女は観念して親御さんに真実を話し実家へ。ただしご両親は大激怒していたんだってさ。一応借金は立て替えて一括返済してくれたらしいんだけど、闇金よりもさらに高い利息をかけられ、これから一生返済していくことに。さらに離島で旅館をやってる親戚に話をつけたんだって。その旅館で働きながら内職や農業の手伝いもして、給料から3万残してあとは借金の返済に充てられるって話だよ。ついでに不倫の前科があるものだから中井さんたちがしっかり監視してくれるってさ。いや、住む場所も仕事も与えられるなんてよかったよね。無事解決。さてと、私はちょっとだけ気分がいいから今日の晩ご飯は奮発。夫が好きなものをたくさん作ろうかな。え、なんでって。にゃにゃ丸もなんでじっと見るのよ。別にいいでしょ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。